降り積もれ孤独な足を第8話を見たので考察をしてまいります。次々と死者が出てきて、ハリマは意識不明で生きてはいるんで、まあおそらく9話のラストシーンでハリマの意識が戻って犯人はって言いかけて最終回へってなるのかなとか、そういう演出をちょっと想像しますね。最終回の冒頭にはハリマが登場して犯人の名前を告げて衝撃の展開の幕開けというか、まあそういう感じなのかななんて思ったりもしました。まあこういうミステリーものあるあるですよね。まあ、犯人を目撃してるけども意識不明の人が、最終的にはその人が犯人を告げるっていうのが最終回直前にあるというか、そんな感じですね。あとは森さんの学生時代、まあ記者をやってる方ですよね。その人の学生時代、家庭環境が思わしくなかった子が、まあ同級生ですかね、まあそういう人がいて、その子に近づこうと自分の家庭もあまり良くないよって嘘をついて教官から打ち解けていこうとしたけども、ある時に親子と仲良くしてるところを見られてしまって、そのしばらく後にその子は自ら命を絶ってしまったと。切ない物語が続きます。やはりね、監督がホラー関係やってた人だからか、割とねお亡くなりになる人は結構増えてきてるように感じました。このチャンネルではこのような話も発信しています。チャンネル登録高評価を賜りますと新しい動画が上がった時に見つけやすくなりますので、何卒お願いしたい所存です。ということで、灰川邸周辺で見つかった白骨化遺体がタケルのものと、それが判明しました。顔に傷のある男への考察はどうなっていくのかということですね。顔に傷のある男がね、神代じゃないかと疑われていたけども、実はそうではなかったということで、振り出しに戻った感覚です。SNS 上では、顔に傷のある男について2つの考察が浮上しています。1つ目は、タケルの弟説。陽子の再婚相手との子供、タケルの異父弟の存在についても明らかに。男がタケルの実家に訪れるシーンも描かれてたため、この説が加速していると疑っている感じですね。で、二つ目はカノンの兄弟説。男がカノンと面識のある様子や、カノンが誰かをかばっている様子であることから推測され、顔の傷はカノンの母親が亡くなった際の火災によるものではないかという声も寄せられているとのことです。ということで、どちらかということでですけれども、結論から述べるとタケルの弟ではないのかなと。というのも、今回タケルの母親のマンションに佐伯と森がお話をして、それで帰って行った後にすぐに顔傷男が現れてピンポンと鳴らしていたので、顔傷男と陽子の間にはつながりがあると判明してました。黄色いカーネーションは母親の陽子の自作自演ではないかという説もありますが、まあそれはどうだろうなとは思ってはいますね。なぜなら、鈴木が調べに陽子の家に向かった、そういう話を佐伯としていた時に、陽子は行方不明で良かったというね、そういう話をされてたんですよね。なぜなら、鈴木にタケルのことを話していたら、もしかしたらタケルは始末されてたかもしれないということで、まあその時の陽子の発言が、タケルも他の子たちと同じように死んでたかもしれないんでしょうという発言をされてます。だから行方不明で良かったと。喜んでる表情と、あとは次回予告を見ると、陽子は、まあ、ゴミ刑事と話していて、バカですね、あんなもので生きてるなんて信じてるなんてと、泣き崩れてるシーンがありました。このようなやりとりからも、陽子は本当にタケルが生きていると信じていたと言えます。もしも自作自演の場合には、うすうす亡くなってることに感づいてると思うんですけども、そういう様子が見られないと。あとはね、まあ、陽子が過去の物語で、まあ、上白武尊が19歳頃に家に帰ると、上白が弟を首を絞めていたと、それに対して出て行けと言ったと、家を出してしまったわけですよね。なぜ上白は弟の首を絞めてたのかというと、それを陽子が質問すると、弟の話だと、黄色いカーネーションなんて変だよという発言に怒って首を絞めてきたと。
発言されてもいました。黄色いカーネーションがあまり良くない花言葉だと、軽蔑だと。なぜなら黄色は、まあ、イエスを裏切ったユダが着ていた衣装の色であることから、結構不吉な花言葉が多くつけられてる、そういう花だそうでしてね。ただそれはまあ西洋の花言葉だそうですかね。そのイエスキリストとかから来てるのっていうのもあるんで、だから黄色いカーネーションは別のお国っていうか、そういうところだと友情とか美とか、そういう花言葉が用いられてる地域もあるっていうことなんで、一概に黄色いカーネーションを送っていたから、タケルが母親を憎んでいたと考えるのは、ちょっと早計なのではないのかなと思ったりもします。それにね、そういうふうに弟にちょっと茶化されて怒って首を絞めてるっていうことは、結構タケルの中ではむしろポジティブな感情を母親に向けて黄色いカーネーションを送っていたんじゃないのかなと。そこから毎年母親は黄色いカーネーションを受け取っていたけども、ただ佐伯が陽子の部屋のゴミ箱を確認すると赤いカーネーションが捨ててあったと。まだ幼き頃のタケルが母親に赤いカーネーションを送ったら、血の色だから嫌いと拒絶していたというのもあったそうでしてね。そんな曰く付きのカーネーションがなぜゴミ箱に捨てられていたのかと、不思議な感じでもありますね。つまり上白タケルと弟との間にはいくらか伏線が張ってあるというわけで、残り2話でそれでね、次回に顔傷男の正体が判明するとか、他にもカノンの関係とかもまだまだ残されている謎もあるんで、そろそろ物語の広げた風呂敷を畳むフェーズに移っているだろうなとも思うので、伏線回収とかそういうことに時間も割かれていくと考えられます。対してカノンとの兄弟っていう風になると、そこに説得力を持たせるためのエピソードとか物語を広げていくっていう展開になっていくのは、あんまこう伏線が張られてない印象なんで、どうかなと思いますね。まああとカノンを突き落とした犯人はタクシー運転手の目撃談だと、顔に傷のある男だったと。マヤと上白は佐伯が調べた範疇だあと目撃談がなかったと断言もしていたんで、マヤと上白がカノンを突き落としたっていう説はないと考えました。それと今回の8話のラストで顔傷男がカノンに向かって逃げろと発言していましたけども、突き落としたのにも矛盾があるんじゃないかという指摘もありそうですけども、まあ、一概にその時に突き落とした人が殺意があったのかどうかっていうのも怪しいものなんじゃないのかなとも思うんですよね。顔傷男は前にカノンを銃で撃っていたりとか、あとはまあ今回でも佐伯を勘違いして攻撃したりとか、あまりこう物事をロジカルに考えられない行動をしてるんで、そう考えると階段を突き落としてるのに関しても不合理な行動をしていた結果なのではないのかなとも言えそうです。まあそんなところですね。あとはまあ現代編でミクはカノンに助けられ共に過ごしていたことが分かったと。だが一方でマヤの事件が起きる数日前にマヤと会って何かを渡している防犯カメラの映像もあったと。ゴミはそんなカノンのことを第5話の2017年の時と同じ言葉、彼女の周りには死がまとわりついていると言ったと。7年経った今でもとも付け加えていたわけで、一体カノンはどういったことがあるのかと考えると、そもそもカノンはタケルが埋められているのを知っている様子でもあって、灰川十三が背中越しにこれは家族の秘密だと話しているシーンがありました。そんなことからも弟がカノンに、まあ、兄の死に関して知りたいということで何かしら近づいたのかなと。何かしら偶発的に知るきっかけが、まあ、日記ですかね、あの破られてるカノンが教えたとかで、そこから罪悪感とかも手伝ってカノンが教えてとか顔傷男に協力するようになったとか、おそらくカノンと顔傷男には何かしらそういうつながりがあって動いてる様子でもあります。まあそんなことからも次回はどうなるのかですね。次回予告では灰川十三の故郷である村で
カノンを見つけた佐伯、自分と一緒に逃げることを提案するが、そこへ顔に傷のある男が現れる。ナイフで襲われながらも、なんとか男を押さえつけた佐伯だったが、逃げろカノン。思わぬ男の言葉に驚く佐伯。そんな佐伯をカノンは悲しげに見つめた後、背を向けて走り出し、そこへゴミが到着。男は殺人未遂容疑で現行犯逮捕されたが、犯行動機や自分の身元について一向に語ろうとせず、一方で灰川邸のそばで発見された白骨化した遺体はタケルであることが判明する。そんな中で霊園でカノンと会ったことを黙っていたことを知られてしまった佐伯、ゴミからこれ以上深入りさせることができないと言われてしまい、灰川邸事件の決着は自分がつけると決意したゴミはタケルの母陽子のもとへ。毎年誕生日当日にはタケルから黄色いカーネーションが玄関の前に置かれていたと陽子は話すが、てんてんてんと。そんな感じでございます。チャンネル登録、高評価をもよろしくお願いします。